いろんなこういうループしたりとか異世界に行ってしまう体験をした方の共通点が一個あって、今進んでるルートと逆に進んだりとか、ぼーっと掃除機かけて二度かけるところは運がいい場所、部屋で。なんかよくあるじゃないですか、何回かかけちゃうみたいな、はいはいはい、まあ、コンセントのつぶとかもあるんで、はい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 、でちょいちょい忘れちゃうところは結構冷凍だったりしますね。忘れちゃうところ、うん、好きと楽しいをシェアするレイトのオカルト部です。イエーイ、お願いいたします。お願いします。で、先ほど、はい、こういろんなあるテレビ局で起きたお話聞いたんですけど、はいはいはい、やっぱこのフラストレーションとか、うんうんうん、そういう悪いものが集まるところに何か起こるのかなと思った時に、はい、それ何か起こる地域とか、はいはい、そういったところとかありますか？はい、ニコニコしてるなあるんですけどまあなんかそのね、場所特定してしまうと、まあ、住んでる方とかがね、いらっしゃいますし、うん、ただ僕が合わないってだけなんですけど、はい、まあ、これぐらいやったらいいのかな、まあ、東京って結構主要な幹線道路あるじゃないですか、はい、こうね、ぐるっと回ってる幹線道路じゃないですか、それのどれかですでそれのどれかです僕、はい、でどれか でなおかつ西の方から帰ってきたんですよ。西の方からこう車でね帰ってきたんです。で仕事が終わってで、こうね、その大きい幹線道路をこう帰ってくるんですけど、もともとね投稿いただいたお話があって、でその投稿いただいたお話をちょっと先にさせていただきますけど、はい、その投稿いただいた話の内容っていうのがちょっとね、その、まあ、これは言っていいか、池袋めがけて女の子2人でね新宿から歩いていこうってなったんですって。で歩いて行こうってなってて、で昼間ですよ、女の子と普通女の子2人が歩いたんですけど、でね、サンシャインがちょうど遠巻きから見えるぐらいまでの距離感になってきて、でサンシャインめがけて歩いて行ったら行けるねっていうので2人でね、一応 Google マップは起動しつつ、まあ、見えてるからあれ向かって歩いてたんですって。で歩いても歩いても距離縮まんないんですって、サンシャインと。であれって思いながら、で一緒にいてる友達もなんか普通に楽しそうに喋りながらこうね歩いてるから、あれ気づいてないのかなと思って、ねえ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 って、おかしくないって聞いたら、おかしいよね縮まんないよね距離、気づいてたんですって。でちょっと待って、一回止まってみようって、止まってみてパッて周り見たら、今までビュン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 ね車も通ってたし、人通りもね、昼間のね繁華街なんで人通りあるじゃないですか、車も人も何もないんです、昼間なのどうしようって。で距離は縮まんないし、周りも何もいないし、とりあえずね慌てながらこうねちょっと小走りで、進めど進めどサンシャインとの距離が縮んでる感じはしないんですよ。このまんまだとやばいよねっていうので、とりあえず空いている店探そうってなったら、ちょっと先に某コンビニがあったんですって。あのコンビニに入って何も変わらなかったら、ちょっと私たちいよいよやばくないってなって、でそのコンビニに入ったら、いらっしゃいませ店員さんがいたんですって。あ、店員さんいた、よかった、すいません、サンシャインに行きたいんですけど、もう慌てて口から出たのが、いやサンシャインに行きたいんですけどって言ったら、その店員さんが、いやもう出てすぐサンシャイン見えてるから、あれ目がけていけばすぐですよ、いいよ分かってんだよと、私たちはその距離が縮まんないんだよって、もうここまで出かけたけどこれ言えずに、いやそれもう分かってますと、じゃあすいませんっていうのでちょっと水だけ買って、でコンビニから出た瞬間に車がブワーって通ってて、人通りもバーって入ってて、え、何だったのみたいな話をね僕もらってたんですよ、投稿いただいて。でまあまあそのね、池袋の上の方からこう帰ってきてて、で僕車運転しながらね帰ってたんですけど、時間はねだいたい夜の、あの時仕事はやったんで10時は待ったと思うんですよ。でも夜の10時っつったかって、東京の幹線道路なんてめちゃくちゃ車いてるじゃないですか。で普通に走ってて、今までこう車ねこうすれ違ったりもしてて、うーんっつって走ってて、ある瞬間ですよ、ある瞬間に気づいたんですよ、あれ車俺しか走ってないって思ったんですよ。
でもうそう思ったらもうやばいっていうね、危険を察知する能力が発動するからちょっと止めて、でハザードつけて止めて、ね、あれどうしようと思って一回冷静になってみて、で周りをよーく見たんですよ。人走って、全然歩いてるんですよ、人いなくて。で俺その時にその投稿もらった話が浮かんできてて、あれと思って、あの子たちこの辺じゃないと思ったんですよ。で一回外出てね、振ってみたらサンシャイン見えんすよ。あれこれ多分あの子たちが体験したエリアと一致してんじゃないかなと思ったら、何かきっかけを探さないと多分このルートから抜け出せないと思ったんですよ。でもう時間にしたらもう今の時点で3分から5分ぐらいしか経ってないんですけど、やばいやばいどうしようと思って、とりあえず落ち着こうと思って車の中でタバコ吸ってね一回冷静になろうと思ってタバコ吸って、あそうだと、いろんなこういうループしたりとか異世界に行ってしまう体験をした方の共通点が一個あって、今進んでるルートと逆に進んだりとか、今何かをしている行動と違うことをするとそれがトリガーになって戻れるっていうのが頭に浮かんだんですよ。だからあこれ多分だけど何かが原因で今あの子たちが経験したのと同じような状況になってるから、これ逆にサンシャインに向かってったら俺抜けれるんちゃうかなと思ったんですよ。だからそこでね、 U ターンできるところまで走って、 U ターンした瞬間に車ブーンって走ってきたんですよ。まあそのね、さっきそのエリアでなんか良くないところありますかっていう質問に対しての答えは、それはどこにでもあるんですよ実際は。ただその本人が行っていい場所良くない場所っていう相性もあるんで、ここはっていう特定は難しいんですけど、まあ、僕はそっち方面があんま良くないんだろうなと。じゃあなんかそういう相性とかもでも分かんないですもんね。分かんないです、分かんないです、実際行ってみてっていう感じなんですけど、でも本当にねあの瞬間マジで怖かったんですよ。なんで誰もいないの、一人で運転してて。これ多分気のせいでもないし、実際に見えてるから、夜中やったら、いやでも夜中でもね、いやないよね、都会でいないっていうのはね、 何これと思ってめちゃくちゃ怖くて、うわ同じやった、うわそっか、女の子たちと同じ多分エリアなんですよ、その場所というかその道が多分なんか霊道みたいなのとかもあるじゃないですか、ああいうのとかも被ってたりするんですかね、そういうエリアとかで。なんかもう結局東京なんて霊道いっぱいないですか、なんかどの家にも結構あるし、ね、あるし、うん、道にもあるし、うん、だからあながちその霊道のせいみたいなのはあんまり考えないですね、うん、どこにでもあると僕思っちゃうんで、うん、家にもあるかもしれない。家にももちろんあります、ね、ない家の方が少ない、もちろんここもありますしね、うん、あだから霊道で寝るといいですよ。ああそうだ、うん、霊道そうそう、あの間取りもらえればそうですよね、分かるんですよ、間取りだけ分かるんですか、で霊道で寝ると霊道って結構悪いお化けが通りやすいので、うん、あの体を毎日すり抜けていくとちょっとずつ具合悪くなったりちょっとずつ効果がある、ちょっとずつなんですね、ちょっとずつ何かちょっと痛いなとか、何、うん、か寝つき悪いなとか。あでも寝つき悪い場所あります。あ部屋の中で、部屋の中とか、うん、ここが痛いな、はい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 、とか布団のせいかもしれないけどね枕変えたんですよ、変えても変えてもでもよくそれを探るためには、うん、あのぼーっと掃除機かけて2度かけるところは運がいい場所、部屋で。なんかよくあるじゃないですか、何回かかけちゃうみたいな、はいはいはい、まあ、コンセントのつぼとかもあって、ちょいちょい忘れちゃうところは結構冷凍だったりしますね。忘れちゃうところ、うんうんうん、ちょっと埃が溜まってるところね、埃溜まりやすいところとかは、隅っこ溜まりやすいかもしれない、うん、だから結構隅っことかは、うん、重点的にいること多いですね。今のこの掃除機の前までどんな掃除機使ってるか分かりますね。確かになんかこうやとね、あのコードあるタイプ、ね、あ、うち2台持ちですねそんなに掃除機かけないんで、そうあのちょっと気づいた時はこういう掃除機で、あの週に1回はこういうやつで、うちの奥さんも言うてた、2台持ってる掃除機主婦です、奥さん2台使うんですよ。そうそう
やった感をね、そうそうそうってやったけど、なんか今日も掃除しましたけど何かみたいな雰囲気を醸し出してます。我々はちゃんと怖い話した後楽しい空気にしますんでね。バランスが綺麗に。ありがとうございます。